どうもこんにちは、いくちです。今日も映画館やっていきたいと思います。こんな感じでですね、1969年か、俺生まれたのが2000年だから31年前ですね。お、門松の外野が満杯になりました。そんな感じで今日は2回戦全力で戦っていきましょう。今回も荒金組んでいこうかな。行きましょう。オーダー組んでまいります。行きましょう。試合開始始まりました。2回戦でございます。ごめん、今ね浄水ボトル飲んでたからちょっと始まり遅いと思う。いやー、浄水ボトルで本当に美味しい。水入れるだけだからね、水道水。特に苦労もないし、あとは1ヶ月に一遍とか変えるだけだから超楽な感じで、総合戦力 D でございます。頑張っていきましょう。はい、横山角大崎早急 C 型だ。ただでもクイック D だからそんな変わんないな。クイック D じゃないクイック E だから、実際のところはそんなに変わりはないと思います。まあ総合戦力 D っていうよりは割と C よりかな。前回よりは強いと思います。そんな感じで頑張っていきましょう。引っ張れ荒金、引っ張れ、引っ張ってけ、引っ張ってけ、全力で。あー、ダメか。おし、2点取ってるよ。落合さんが出てノリノリなんだ。落合さんいいね。でイーコマーが出て門松が返したと。ナイス。山岸今回絶好調だから使ってあげてるんだけど、打たないかな。ちょっと期待してるんだよね。頑張れ山岸。オッケー。待て、危ねえ。バツボタンよこせだ俺。待て。オッケー、ナイス。あらからいいね。点が取れないけどね。で、長井君が出てるんだったらとりあえず走りましょう。走りまーす。はぁ、白米が出た。で、あらがね、ここはどうしようかな。引っ張り行こうか。引っ張り行こうならブレヒで行こうか。頑張れ。頑張れ、頑張れ。全力で。あ、まあ、ボール球なら今、振らない方が良かったな。え、ファースト何やっとんの。で、マスカワ君。なかなか打たないマスカワ君。チャンス A なんだよな。どうしようかな。一気待ちましょう。なんかこのピッチは割と荒れてる気がする。コントロールそんな悪くないけど。オッケー。荒れてるならギリギリまで待つ。入れてきたか。もう一気待とう。あ、オッケー。入れてきた。オッケーってことはここでセーフティーだな。いけ。オッケー。やばいやばい。切れた。あー、申し訳ねえ。申し訳ねえ。本当に申し訳なかった。よし、行きましょう。ギーマ。流し打ちならなら打てる気がする。あ、ダメだ。頑張れ頑張れ、走れ走れ、回れ小竹を頑張れ。お主はイケる男。なんか能力値以上の活躍ができる気がする小竹。オッケー。セカンドは長いか。内角中心に行きましょう。オッケー、取れるね今なら問題ない。いいね、ナイス。おし、1、2塁で小竹です。小竹には期待してみようか。引っ張りていきましょう。ゲッツー以外のためなのもいいや。とりあえずゲッツーだけはダメ、ゲッツーだけはダメ、ゲッツーだけはダメ。最低限進塁打を求めたい俺は。オッケー。打てるじゃん小竹。やっぱここぞっていうところで打てる。やばいやばい、やばくない、やばくない。オッケー。よく回ってきた。誰今、誰これは、誰今打ってくれたのは。待って、野手データで誰だ。生駒か門松か。生駒だな多分。いいね生駒、さすがだね。で、あとは長井と。長井は揺さぶっちゃおうもう。で、センター返し頑張れ。やばい、ゲッツーダメ、セーフ。で、走ります。オッケー、ナイスな。余裕でセーフからの、もうここくせ者使っちゃおう。くせ者使って、お、転がせ6か。転がせ6ならこのままいきます。頑張れ荒金。荒金ももうロマンわけなんだよな、後ろ。オッケー、走ります。もうひたすらに走る。もう打っては走る、打っては走る。もうくっちゃねだね。行こう、背中し。おっしゃー、ようやくマスカも打った。ようやくマスカも打ってくれた。もうで、ここから出たらまた走る、出たら走る、出たら走る。もうそれの繰り返しです。それの繰り返しをしてることで強いチームが作られてきますと。いいね。今度からロケットチーム白金にしようかな、名前。でももうだいぶいいね。オーケー。落合さんナイス。落合さんはさすがに走れませんと。やばい、点は取れちゃダメ。オッケー小竹いいね。フィールディング低めでいくか。頑張れ小竹。ちょっと肩が痛いさっきから。もう肩こりが全開でやばいんだよね。頭痛もやばいし今やばいね。頑張ろうか。もうなんか肩が痛いんだよ本当に。どうしよう、整体行った方がいいかな。まあ期待して頑張りましょう。ゲッツーコースじゃないね。低めでオッケー。落合さん何をやってんですか落合さん、落合さん、落合さん、ちょっとそれは怠慢ですよ、怠慢。もういいや、ちょっと速球でいこう。低めでオッケー、押してけ、押してけ、いいね、ガンガン押してけ、オッケー、いいね、ファイト。生駒は、生駒はキャッチャーでバッティングされて頑張ってます。オッケーじゃないね、これは。で門松です。いい門松が、門松が見れるんじゃないでしょうか。上にミカを乗せてけ、オッケー、これは上にミカ乗ってるね。で門松育成枠にしましょう。走りましょう。まあそれでも宮前ならいけるね。でからの適当に西口あたり出しといて、山岸打ってもらいましょう。ラキボハイボールヒッターか。うーん、まあ流しにいいか、流しにいいしちゃった、まあいいか。で小竹、ここピッチャー変えましょう。誰出そう、岩を出して代打で大原いこうか。もう強振で、強振で流し打ちにいきましょう。頑張れ、いっちゃえ、いっちゃえ、いっていいんだよ、いっていいんだよ、広角法、広角法を見せていいんだよ。おお、いいじゃん、全然いいじゃん。で大原走ります、1点枠にしますだね。走りまーす。ここで長井は果たして打てるんでしょうか。 Q&A 頑張れ長井、あーダメかー、うまいな、セカンドポジショニングがいいね。渡引頑張れ、抑えろ、ここ抑えてくれ、抑えろ、もう1人切りたい、できればワンダーと取りたいね。からの高柳、もう伸び A のロマンです。この子はね、抑えのエースみたいな感じで育てたい。違う、お任せじゃない。もうあとはここは内角でひたすら押していってもらいましょう。オッケー、伸び A やっぱ強え、伸び A は強い、いけ、押してけ、押してけ、頑張れ、いいね、いいね、オッケー、あら金く、あら金く、あら金く、流せ、まあ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 、ここセンター返し、センター返し決めてけ、決めてけ、オッケー、特大高校初オーバー、ようやくだね、ようやくお目覚めも松川でございます。ここから上げていってもらいましょう。でお次はギーマ、ってことは落合さんが出たんだね。ナイス、さすが落合さん。でギーマ今日ヒット1本打ってない、打ちたいね、ここで取られるかもしれん、やだね。三沢高校初ホーマー、初ホーマーじゃない、初打席一歩のダメか。ピッチャー大走り行こう、左投げで。でここはどうしようかな、投稿も込めちゃおうか。高田君、高田ちゃん、おー、フィールディングはいけるのか、大橋いけるのか、いける子だった、いいね。結構今降参してそうだけど、あと低め押したけ、頑張れ、オッケー、長いなら問題ない。これも背面キャッチャーだったね、うまい、高田ちゃん。でここをもう一人切ってもらいます。打たせて取れ、打たせて取れるか、大橋、大橋にそういうキーなピッチングができるのか。準優勝ピッチャー、あれあれあれ、これで7点差じゃん。俺ごめん、算数ができない子だったわ、猛烈に算数ができない子だった。俺何もなく普通にやってたわ。そりゃそうだよね、まあいっか。岐阜大会出場決定いたしました。ここまで進めちゃったんだけど、練習 CD 使って門松くんだけ変えてあげようかなって思います。門松はどうしようかな、補給いっとこうか、エラー怖いしね。はい、そんな感じで、あとは3でいいかな、マスラーでいきます。マスラー残してた方が良かったかも。アイドルここで練習効率いけたらでっかい。そしたら満腹弁当とか使ってあげたいんだよな。オッケーです、スケジュール変更で、ここでどうしようかな、ちょっと微妙なんだよな。もう一回変えよう、もう一回変えます。マスラーでいいか、マスラーでいこう。2345の後でまた1234、1234で今度またアイドルいるし、ここもできるだけいってあげたいね。くらいいいね。マスラー壊れた、こっちも練習これてないです。ただこれならなんか微妙な感じので大丈夫だと思う。でただマスラーが壊れたってのだけ覚えておきましょう。入れ替えしてきた、走り込みだとスタメナ中心、ミートバッティングでいいや。あ、いや、もう一回入れ替えるか、入れ替えましょう、最後で書きます。あー微妙ー、ハードルでいっか。あ、下げちゃった、ハードル。いやーね、今ちょうど2月の中旬なんですけど、今年知ってました？前話したから動画で、2月2日が節分だったらしいんですよ。びっくりだよね。道下が総力弱かった。選ばれてるメンツは割と渋かった。いや、なんかさ、100何十、127年ぶりでしたっけ、そんな感じでさ、なかなかなることないじゃん。そういう、珍しいことが。なんか、変わってるんだね、今年、みたいな風な気分になりました。そんな感じで、4とまって次回の前評判見て終わりたいと思います。もう、落合さん使って、夏の大会終わった秋大会になるんだよ。なんか早いね、ここまで。なんか今もうストックがないからひたすら動画撮ってるんだけどさ、もう全然ね、なんかこうやってやってると落合さんの3年間もまた短そうだなと思っております。そんな感じで次回まで評判 C でございます。また次回の動画で皆さんお会いいたしましょう。またね。